いやまあもう今日は速報ですよね。今まさに ACL の方でマリドスが決勝進出みたいなところになった瞬間なんですけども、こんばんは。今日の話題はもう皆さん分かる通り、その ACL の話もしたいんだけど、今日はこっちでしょう。ルヴァンカップ2回戦劇的下谷上達成含めてのトーナメント表をおさらいやっていきたいと思います。よろしくお願いします。 まあ今ね、ほんと、ポープ君のインタビューでほんと、マジヤバイスみたいなところがあった瞬間でもう、いや、いいもん見たなっていうところで、まあまさに収録して始めたってところなんですけれども、まあこの日ね、同じタイミングでま、ついさっきまでだからあれですね、富山と清水、こっちも PK 戦でやってましたけど、一体、これで先週のルバンカップ2回戦のね、ファーストウィークの方と含めまして、まあ結果が出ました。一体どこがどう勝ち進んだのか、 だけじゃななくて、まあ、矢倉っててっいいいうう形で今日は色々見ていこうかなと思います皆さんどうぞよろしくお願いしますということで、えー、ミルアカー含めましてこちらのね飲み力佐藤データラボの方もをいろいろ更新しておりますのでぜひ皆さんチャンネル登録、えー、高評価等々よろしくお願いしますさていきましょうまずこちらダン今日はね死と6枚ぐらい出てくるんですけれどもまずこちらですね、まあ、先週のも含めていこうかと思いますが 先週はこのプレイオフラウンド1を争うここの矢倉のところでは神戸と今治でまあ神戸が勝ったなんてことはありましたけれども1のところで逆の方清水富山対清水行われておりましたこちら0対0のまま推移して延長まで行き延長でも決まらず結局最後は PK 戦まで行きましたでその結果は勝ったのが 富山でした。PK 戦を制しましたね。もうあのねえ、両者ちょっと1人ずつ、2人ずつか、6人目までで2人ずつかな、え失敗なんてことがあったんだけども、8人目、え ?8 人目、高畑対隠今、僕これ初めて知ったんですけど、えー、8人目、富山のキッカーはゴールキーパーの高輪選手、彼が決めて、清水は沖選手出てきて、これで残念ながらという形。 いやー、富山、ここで、清水を下し、いや、これ、左友社長、どういう今、心境なのかって、またね、ちょっと聞きたい。もう多分 SN、SNS 上にも上がってるかもしれないですけどね。次戦は、だから、富山対神戸ということになりますね。そして、プレイオフラウンド、丸2のところを争うところでは、えー、先週ね、ベルディが山本、上位選手、リヒト君の弟ですね。 が、決めて鹿児島相手に勝って、まあ上に進出してましたけれども、え、今日は奈良対広島が行われて、広島が6対0という形になりましたね。こっちはあれですね。え、すでにリーグ戦ではデビューしている、実は高校生、実はね、奈良にも皆さんあれなんですよ。高校生 J リーガーがいまして、 関口智也君っていう、まあ、2007年世代の180オーバーのセンターフォワードがいるんですけど、まあ、彼が途中から出てきたってところがあったので、実はその彼が退場してしまったのもありまして、結局は PK2 つですか三田君とマルコス・ジュニオール選手の、えー、PK もあって、結局6対0でという形になりました。なんで、広島対ベルディというのが、次戦行われる形となります。続いて今度こっち行きましょう。まあね、結構いろんな試合あったから、もうパパ行かないとってところはあるんですが、 えー、プレーオフラウンド3と4のところ行きましょう、えー、3のところでは、えー、先週ね、ね、えー、岩田と長崎のところで長崎が勝ちましてすでにね、えー、上に来ておりましたけれども、えー、この日、行われたのが、えー、浦和とあ鳥取対浦和ですね2対5この日、先発に抜擢された武田秀俊選手がもう早速ゴールを決めてで PK でチアさんンなんかまた取ったと思ったらその後我らが田中圭太 いや、すごいドッカン決めてましたけどね。で残念ながらただその後に伊藤厚木ご飯始まっていこうね。中島翔也。ね、松木選手が鳥取返すんだけど、また最後に中島翔也というか、あちゃいま2対5ということで裏は、浦和。 えー、次戦は長崎対浦和ということになりました。えー、そして、えー、プレイオフラウンド4のところはもう先週決まってましたね。えー、まあ、八戸と本当やり合った勝ちでしたけどまあ、鹿島が勝ち。まあ、その後リーグ戦ちょっと大変でしたけどね。えー、鹿島と、そしてあとは北九州に勝った町だということで、ここが、えー、次戦戦うこととなります。そして、 プレーオフランド5と6のところ、今度見ていきましょう。先週段階、片方、名古屋が勝っておりましたが、もう片方を決める争い、こっちも大変でしたね。岡山対横浜 FC という試合でした。 こちらはかなり打ち合ってて、本当にシーソーゲーム、もう1対1、2対2、3対3みたいな感じで、延長終わる頃には3対3だったんですよね。最後は、あの、あれでしたっけ、延長後半始まったところでのカプリーニ選手が決めて、横浜 FC が追いついたってところまで行きましたけども、 で、あれですね、えここはもう横浜、石がとは、まあ、全員決めてという形で、PK 戦ものにして、一つ上のラウンドへ、上のラウンドじゃないね、一つ上に進出して、名古屋と対戦することになります。で、そのえ反対側、このプレイオフ6の方でいったらえ、前回は福岡、松本相手に勝っていて、あとはこの節では、え柏が群馬相手に3対1で勝ったという形です、次はだから福岡対レイソルということになります。 はい。そして続いていきましょう。今度は7と8のところを見ていきましょうか。え、先週ここはセレッソと岩手でセレッソが勝ってるよーっていうところと、あとは8の方で言ったら新潟と岩木のところで新潟が勝ってたよっていうところがありましたが、いやー、ここですよね。だから、ガンバと琉球、勝ったのが琉球これはたまげたよね。 前半最後にあの富所選手のゴールで琉球が先制したってところはありましたけど、後半始まってすぐ、あの、鈴木の特訓、特んのゴールで追いついて、まあ、いけるかな、ガンバという流れでしたが、最後決めたのが、今年ホーム戦なんと全試合ゴール中、ガンバで育った男、白井春と試合終わっても号泣でしたね。 白春斗選手ね。もうあの、J リーグも、いわゆる X でも呟いてたりしましたけども、ベンチでも顔を追ってもうね、泣きじゃくってる感じなところが。いやー、だからここはもうエモさというか、これガンバーの方からしたらもうエモいもうヘタクレもないだろうって話はあるかもしれないけど、やっぱ琉球側がさ、こうあの、大阪でこう広告出したりもそうで、藤原選手もいるし、 この白井選手もいるし、みたいなところがあるじゃない。しかもこの日あとベンチ入ったところでと高木大輔選手ですかもういてっていうところで、いやー、それあるよね、琉球。で、しかもまたすごいの、これ、もともとさ、琉球っての藤井田戦やる段階でさ、あのー、あのホーム戦、そのルヴァンさんから3試合パックみたいな感じにしたんですよね。 いわゆる藤枝戦で勝った方は、そのままの料金の、そのままの料金というか、そのチケットでガンバ戦も、そしてもしそのガンバ戦も勝ったら、その後のセレッソ戦のところでも、あの、いわゆる試合見ることができますよってチケット販売されてましたけど、これがビジネス的にも大成功って感じに結局ね、5000人以上集まったんでしょ一応今日平日じゃん。これはすごいことやってのけたなと思いますね。いやー、琉球の皆さん本当におめでとうございます。 そして、えー、右側の方行くとこちらもすごい激闘でした、えー。秋田と湘南のカード。秋田はね、ついこの間ジェフ戦ですごい試合あったばっかじゃないですか。 後半始まってすぐ、秋塚選手が体重をわって、それでえ1点、千葉に決められてしまって、結局シュート30本近く打たれて、果たしてこれはもう厳しいぞってなってるところで、半田荒野のゴール、PK ゲット、それは残念ながら止められるものの、その後のコーナーキックで、斎藤隆二が合わせて決めていって、2対1、逆転勝利なんてやったけど、まあ似たようなことやってるわけだ、湘南最初、福田翔選手ね。 決めてこれは湘南かと思いきや、後半29分、青木翔太で追いついて、延長に突入したら、ついに今年一発目が出た蓮小松。延長先制して、秋田、VS、新潟。いやー、すごいな、これな。もうすごいとしか言いようないよね。秋田のこの今の勢い、もう、とんでもない。 しかもこれ、またね、秋田次戦もリーグ戦でもホームでできる形ですから、これ亜鉛性がこう続くわけではないので、まあ、だからちょっと体力もある程度回復しながらやれるって形でしょうから、これは今、めちゃくちゃ息いあるチームと言っていいんじゃないかなと思いますね。 そして、えー、ヤグラの最後のところ、9と10のところ行きましょう。えー、先週ね、東京と YS のところでは東京が勝ちましたってのと、あとは札幌対沼津も札幌が勝ってましたってところもありましたが、えー、その下のところ、なんと4年連続カテゴリー違うのに当たることになった熊本タイトス。こちら、横山歩の2はドッカンありましたね。 やっぱあのさ思い切りの良さがやっぱり横山歩む感あるよね、まあ、そのね横山選手のゴールあって、まあ、1対0でトスが行き、えー、次戦、えー、は東京 XC 東京 VS サカトスということになりましたがこっちよね前回ルバン初戦で、ね、徳島に対して大量得点で勝った長野が今回京都と当たりなんなら京都 飯田、平賀とユース出身組二人が前半中に得点して、これはさすがに京都だなという流れから、前半39分に三田直樹、後半39分に黒石高屋で長野が追いついたか挙句、最終的には延長後,分後半4分に杉早手で逆転だ。2-0からの3二 やって逃げましたね。いてことで、次節は、さ、次節じゃないか。次戦は、札幌対長野ということになりました。まあ、ということでね、ここまで、だから、あとは、このプレイオフラウンドに進出する、まあ,あ、る意味、10チームを決めるための戦いの残り決勝戦っていうのが、次節行われるわけですけれども、そこで、あとはね、どうなっていくのかって言われたら、 えー、ファーストラウンド突破の10チームを決めて、そこの10チームが、ある意味では直接対決1試合ずつやって、5チームの代表チームを決めて、そこに ACL 進出組の川崎、甲府、そして同じ日に行われた、えー、マリノス対ウルサン。こちらもね。 もともとファーストレグではウルさん勝ってたんだけど、セカンドレグ前半にマリノスが3-0まで行って、まあマリノスでしょうってところまで行ったら1個点取られて、アグリゲート3-2になって、んってなったところで今度、あれですね、退場者も出てしまいながら、それでもう1点取られ、 結局3対3の状態でしかもマリノス1人少ない状態でずっと住み、後半行って延長前半行って延長後半行って、それで全員決める展開の中5人目ポプ、5人目をポープウィリアム選手が止めて ACL 決勝まで進みました v s r インですね。まあそのとこまで進んだマリノス。 この3チームと、ファーストランダーと、えー、そして突破してきたこの5チームと合わせて、最後、ベスト8をやって、最後、ルバンの優勝チームを決めていくって、今後の流れになったりします。ここら辺はまたね、えー、見分かり出すか、こっちで出すか、まだ分かりませんけど、また次の時にはまたその話はしようかなと思いますから、えー、またね、聞いていただければな、というふうに思っております。もう速報でお送りさせていただきましたけども、ルヴァンカップ2回戦、劇的下克上。 まあ、ここのね、結果で言ったら、ここの長野、琉球、秋田踏まえていくつかのチームがそれを達成したっていう感じではありましたが、いやー、激闘でしたね。暑かった。そして明日はアンダー23の、えー、決勝トーナメントが始まりますから、そちらもちょっと暑いですからね、いろいろ楽しみが続きますね。もうサッカーライフ楽しんでいきましょう、皆さん。ということで、また動画を出していきたいと思います。皆さん、今日もありがとうございました。のみりそとでした。また